こんにちは、ライムです。ということで今回は FF7 リバースコラボ記念ステップアップガチャ、引くべきなのか、本当にお得なのか、解説。はい、ということで、こちら、このガチャね、存在忘れてたんですけど、ステップアップガチャ来てます。で、これが、果たして既存のね、ガチャとか、それから他のね、課金パックとかと比較してお得なのかどうかっていうところでお話ししていきたいなと思います。はい。で、このステップアップガチャの概要として、果たしてこれそもそも何なのって話なんだけど、本ガチャは2週限定で引くことができるという内容になってて、これステップが変わるたびに使う消費の石の数であったり中身が変わってくるという内容になっていて、ステップ1はね、無課金の方でも誰でも引けます。無料でまず10連ガチャできます。で、ステップ2、これレッドクリスタル、つまり課金者限定の、ガチャになってきて、1000で10連、2000で10連で、ステップ4になるとまたもう1回無料ガチャ挟んで、ステップ5になると石3000個でミスリル15個で、ステップ6がまた無料ガチャで、最後のステップ7が3000石で星5ガイドグローブ、さらにミスリル鉱が15個手に入るということになってて、これが結局この石の数使ってお得なのかどうかっていう話なんだよね。で、これまとめるとですね、結果的にステップ7までやった場合は赤石9000個必要で70連ガチャできます。で、この70連ガチャの内容は、ウィッシュリストとかない闇鍋、完全闇鍋、もちろんウェアとかも手に入りませんっていう闇鍋なんだけど、途中で星5武器が1本確定、ステップ3の段階で。これもまあもちろんランダムなんだけど、星5武器1つ確定。で、最後のステップ7まで行くと、今コラボでね、出てるティファのガイドグローブ、これが1つ確定で手に入るというような内容になってます。で、なおかつ、ミスリルがなんと30個手に入る。これ、一周するだけで。ステップ5とステップ7のところでね、15個ずつなんで30個手に入るということなんです。で、これが他の課金パックと比較すると、じゃあどうなのっていうことなんですけど、まあ、比較対象として分かりやすいのは、この間のプレミアパック引くべきかっていう解説動画でもね、結構、がっつりめに喋った、プレミアパックとかと比較してどうなのかって話なんだけど、まあ今もうこれ引いちゃってあれなんだけどさ、見れないんだけど、この大体プレミアムパックのレートが赤石5000で20枚手に入るんですよね。で、プレミアムチケットっていうのが、ピックアップガチャとかコラボガチャでも使えるチケットになりますので、普通のガチャ石と変わりません。ガチャで6000石使って20連するのと、このプレミアムチケットを5000で買って20連するの、その違いはほぼないです。プレミアムチケットの方が安いだけだよっていうところなんですけど、じゃあ、もうちょっとその今回のステップアップガチャに条件を近づけてみると、これがプレミアムチケット、20枚で5000、じゃあその2倍の石1万個で40連ガチャね、ピックアップのプレミアムチケットが40枚分手に入ると。で、比較するとどうですか皆さん、どっちがいいと思うっていう話になってくるわけ。これはもう皆さんの価値観によって変わってくると思うけど、あくまでステップアップガチャの方は闇鍋、特定のウィッシュリストとか、あとピックアップガチャで引いてるわけではないので、ウェアが手に入るわけでもないんですけど、でも70連ガチャ、星5武器確定、ガイドグローブ1つ、ミスリル30個がついてくる。一方でこのプレミアムチケット2つパック買えば、ピックアップのガチャが40連回せるよと。それ以外のおまけは特にないですっていうところ。で、あともう一つ比較対象として、今度ミスリル、どちらかというとミスリル側の比較になるんだけど、月1のレジェンダリーパックっていうものがありますよね。これ、マンスリーレジェンダリーパック。まあ今回もこれも僕はもう買っちゃってるんだけど、これの内訳が選べる星5武器チケット。1つと、あとミスリルが15個だったかな、15個だか20個だったと思うんだけど、まあそんな感じなんですよね。っていう内容なんだけど、これと
さっきのステップアップガチャ、どっちがお得だろうというところも当然出てくるわけだよね。で、で、もちろんこのマンスリーレジェンダリーパリパックパックについては、なんか変な髪型したけど、月1しかないんだよね。なので、まあこっちはまあ確実にお得であることは間違いない。選べる星5武器だから。何物にも変えられない価値がね、やっぱこっちにはあると思うんですけど、まあ、もちろんそんなにね、みんながみんなその全部ね課金できるわけでは当然ないと思うので、その中でもまあ限られた、本当に月に5000ぐらいしか課金できないよみたいな人もいると思うんで、そうなってきたら僕は多分マンスリーレジェンダリーパックの方がいいんじゃないかなってなるけど、他のね、結局ガチャを回してること前提になってしまうんですよ、上記を踏まえるとね、いろいろ考えると。ステップアップガチャって割とまあお金に余裕がある方じゃないと、まあ回さなくてもいいんじゃないかなっていうガチャではあるのは間違いない。なんでかっていうと、当然ながらこのゲームって武器というよりはウェアなんだよね。大事なのってウェアゲーなので、ウェア持ってるかどうかでダメージの差相当出てくるので、で武器に関してはいずれその突ろうと思えばウィッシュリストに入れて突ることができる。まあ今回のコラボガチャは別ね、限定ガチャとかは結局今回の、限定期間じゃないと、期間限定のものなのでこのタイミングじゃないとゲットできないんだけど、普通のその他の武器についてはそこまで優先度高くないので、結局どちらかというと今回の、ガチャについてもやはりティファのウェアを取ってなんぼみたいなところがある。で後々期間限定ではあるんだけど、突る方法としてはウェポンパーツがあるから、やろうと思えば突れるんで、ね、今回のコラボガチャ期間を逃したとしても。なんで最優先はまずこのガチャでティファのウェアまで取る、その上でティファの武器を突りたいかどうかになってくると思うんだよね。結局そうなってきた時はこのコラボガチャよりはステップアップガチャ回した方がお得度は高いかなって思ってる。まあこれはもう上で言ったような理由なんだけど、そう、しかもミスリル30個ついてくるのが かなりでかい。この額でミスリル30個相当お得な感じがするので、ね、しかももちろんガイドグローブも一つ確定っていうところを考えるとね、なんで引くべき人のラインっていうのはもうティファのウェアを獲得後、ティファのウェア前提条件かな、その上でこのガチャ、逆にステップガチャ引くのは意味がわからないので、まあもちろん単純にミスリル目的の人もいるんだろうけどね、ミスリル目的の人だったら全然いいと思うし、あとはもうこのガイドグローブ突りたい、あとミスリルもついでに欲しいっていう人はこのステップガチャ結構お得です。割とお金に余裕がある方はね、ステップアップガチャまでしっかり回してやるといいと思う。でもちろんこれもまあ確率は上がってないんだけど、最新の武器まで含まれてます。ティファのガイドグローブも 0.06% で入ってるんで、まあ運が良ければ出るよっていうそれぐらいなもんですけどね。はい、ということでですね、一応そんな感じの基準になってくんじゃないかなというところで、まあこれも課金者限定のガチャということ、最初のステップ1は誰でも引けるけど、そのステップ2以降はね課金者限定ということになりますので、まあ、皆さんの手持ちとか、それが価値観によって変わってくると思うんで、しっかり、検討して回してほしいなと思います。はい、といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。